こんにちは、吉浜です。今回のテーマは発達障害人が結婚生活を破綻させやすい理由、強すぎる反数でパートナーを嫌いになりやすいについて。で、残念なことに発達障害人は定型発達人よりも結婚生活を破綻させやすい傾向にあるね。で、まあ残念ながらなんだけども、これ誤解ないように言うと、人格として問題があるだとか、あるいは結婚してはいけないだとか、そういう話じゃないからね。それは誤解ないように。で、その破綻させてしまう理由はいろいろあるんだけども、代表的なものとしてその強すぎる反数っていうのが挙げられるんだよ。で、ここで言う反数って何すかっていうと、実体的な感情を伴わせて否定的な思考を、過去の否定的な思考を延々巡らせてしまうこと。もちろん他にもいろいろあるんだけども、まあ代表的なものとして、で、これが結婚生活を破綻させてしまうんで、まあなんでかっていうと、例えば仮にパートナーと非常に相性がいいで、パートナーがよくできた人であったとしても、長年一緒に暮らしていれば、相手がその嫌なこと、腹立つことはほんの少しはやってくれるじゃない。で、なんだけども、それが相手がいいとこがたくさんある、で、しかも嫌なことをするのは時々の場合だったらば、定型発達っていうのはその嫌なことをされたっていうのは、まあ長期浸水だとか、あるいは記憶の隅、どこかに片隅に追いやってしまうことができる、あるいは覚えたとしても思い出すことはないんだけども、発達障害人の場合、困ったことに嫌な出来事、否定的な出来事ばっかりを積極的に覚えて、で、しかもそれを反芻してしまうっていう厄介な脳を抱えているのね。で、そうなるとどうなるかというと、旧パートナーがいいことをしてくれたとしても、まあ、当然一家には嫌なことあるじゃない。で、そうするとそれだけをもう鮮明に覚える。で、しかも困ってたことにに延々反芻してしまうと。で、そうするとどうなるかというと、脳の中ではまずそういった腹が立つっていう感情が蓄積してくる、要は膨れていく。で、もう一つとしては、脳がパートナーはもう何回も何十回も何百回も私に腹立つことをやってくれてるっていう錯覚を覚えてしまうのね。で、そうすると当然相手のことが嫌いってなってしまう。で、しかも発達の場合、一回相手のことを嫌いになると、もう完全になかったものとして扱ってしまうか、もしくは極めて攻撃的な態度に出るかっていうことになっちゃう。で、そうすると当然パートナーも心を閉じますよね。で、しかもパートナーが山ほどなんか自分に対して腹を立つことをやってくれる存在だったならば、相手にも非があるし、で、また相手も反省する余地はあるんだけども、旧いい子として、まあ、一家に嫌なことされたっていう場合だったならば、別にそれは人間として当然だし、で、また相手もそんな気づくわけないじゃない。むしろ私こんなに一生懸命やってるのにって話になって、当然改善はできない。だけども自分としては腹の立つ存在だってことになって、で、ピッて切ってしまって、まあ、別居だとか離婚だとか、もう家庭内冷戦状態になってしまうということ。だから、まあ、その半数を減らしていく必要があるので、じゃあその半数を減らすためにはどうしたらいいかというと、まあ、大きくは2つ。で、1つ目としては、まあ、メタ認知を徹底的に鍛えていくこと。まあ、メタ認知っていうのは、まあ、今いろんな定義があるんだけども、一つとしては、まあ、客観視っていうことね。じゃあここではちょっと詳細には話さないんだけども、その客観視を、自分の思考に対して客観視を失うから反芻が永遠強くなってしまう、あるいは実体的な感情を伴ってしまうのね。で、メタ認知がしっかり、客観視がしっかりしていると反芻も消えてくるし、あるいは反芻が仮に消えなかったとしても、あるいはこれは脳内幻想であるという認識をちゃんと保つことができるから、結果としてそんなに感情が伴わない。だから夢の中でさ、で、怖い夢見てる時っていうのは、あれはもう客観視を失って、で、その夢を現実と思い込んでると状態だよね。だけども時々、あれ、俺これ夢見てるかもと気づく時があるんじゃん。まあこれちょっと明晰夢っぽいんだけども、で、そうしたならばその時はあくまでもこれ夢は脳内幻想だから怖くないっていうことで、客観的に引くことができて、で、否定的な感情も湧かないじゃん。だからこれをメタ認知があることによって、で、思考、否定的な思考が湧かない、あるいは実体的な感情が伴わない。だけども発達障害人っていうのはちょっといろんな理由はあるんだけども、このメタ認知が弱いので、だから反芻してしまうし、で、同時に否定的な感情も伴ってしまう。で、途中でちょっとやらしいんだけども、で、それについての詳細な鍛え方は、まあこれ新刊でブレインマネジメント、僕の新刊で載ってるので、ちょっといやらしくてごめん。で、もう一つとしては、
は、まあ、これはメタ認知を鍛える。でもう一つとしてはとりあえずは実況中継をやってほしい。で半数を鍛えるため、半数を減らすためにはメタ認知を鍛えて、でかつその実況中継を行っていうのが挙げられるのね。でそれでじゃあ実況中継って何すかっていうと、じゃあもう半数が起こった数じゃない、パートナーに対して、そしたらばもう単純に、あ俺半数してる、あ私半数してる、 あるいはああのムカついたことを考えてる、想像してる、あるいはそこまでムカついたこと、嫌なことっていうのめんどくさかったら、あ考えてる、あ想像してる、あ反省してるっていうことを可能であれば口にしていくことで、頻繁に。でそうすることによって反省って即効性はないんだけども、だん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 消えていくのね。でちょっと話飛んで、この反省もちょっとやり方、あじゃあ反省に対しての実況中継もやり方があって、まずは可能であれば声に出すこと、声に出した方が効果がある。で難しい場合は心の中で、で2つ目としては疲れない範囲で頻繁に行うということ、で3つ目が別に心を込めなくていい、機械的で構わない、で4つ目としてはもうながら作業で構わないということ、で5つ目としてはこの半数、実況中継で半数を抑え込むっていうのは間違いなので、あくまでも半数 を良い意味でもう抑えることを減らすことは諦める、ただ単に気づけばいいと。で減らそうとしても抑え込もうとしても逆に半数って上がってきてしまう。じゃあ例えばじゃあ今僕がスマホ持ってるとして、じゃあ iPhone 持ってるとして、この iPhone のこと絶対考えないで、ね、iPhone のこと絶対考えないでねって言われたとしても絶対考えちゃうじゃん。あるいは別のことを考えてなんとかその思考を抑え込もうとしても、初めの1分2分はうまくいくかもしれないけども、後でもやっぱり iPhone のこと爆発しちゃうじゃん。だから半数を抑え込む、消そうとすることは間違いであること、あくまでもそれは諦めて気づけばいいということで、その気づくためにその実況中継がありますよって、でその気づくことによって、で結果として半数が減っていく、もしくは減らなかったとしても実体的な感情が伴っていかないから、でパートナーに対しての悪感情が多少は減っていくということで、これによって不毛な相手に対しての嫌な認識がなくなって、まあ、多少はね、まあ、もちろん他にもやることあるよ、睡眠でも運動でも他の心理療法でもあるんだけども、やることによって、まあ、多少は嫌いになりづらくなる、そうしたならば結婚生活が破綻する率も大幅に下がって、である程度は仲良くやっていけるよねって話で、今日はここまで。